お疲れ様です。たくまるです。さあ、今回はですね、9月12日にですね、ファミリーマートから発売されました、ファミチキだしうま醤油味を食べていきたいと思います。公式サイトによりますと、ファミチキ好き1万人が選んだもっと食べたい味、だしうま醤油が数量限定で復活しますということで、完全なね、新発売じゃないんですけど、こちらですね、2016年に発売した以来の復活ですね。で、味はですね、本みりんを使用した醤油タレに、だしを加えたコクのある和風テイストのファミチキですということって、なんかよく見てみると20億食突破したらしいですね。すっごいベストセラーですね、これ。で、色からしてですね、若干黒いかなっていう感じはします。これがだしのせいなのか、油が変えてないのか、それとも揚げすぎたのか、ちょっとわかんないんですけども、非常に楽しみです。では、いただきます。ああ、なるほど。3秒遅れてだしがガツンとくるわ。最初の方はね、普通のチキンかなと思ったんやけど、そのちょっと待って、焦らずちょっと待ったら、だしが、はい、こんにちはっていう感じで、3秒ぐらいね、待ったら、だしの味がグーンとですね、口全体に広がって、めちゃくちゃね、もう、うまい。結構ね、チキンもジューシーで美味しいんですよ、ファミチキって。でもですね、この和風テイストでやることによって、重すぎない？さっぱり食える。さっぱりじゃないんやけど、雰囲気ね。雰囲気さっぱり美味しく食えますね。醤油とかみりんとか書いてたんですけど、それよりもどっちかっていうと、鰹節の味がする？煮干しとかそういうのじゃなくて、多分鰹節だと思います。この香りとか味とか、なんかね、鰹節の味が一番ね、味付けの比率としては大きいんじゃないかなと思いますね。みりんとか醤油っていうのはちょっと少なめかな。あくまで助ける存在だと思いますね。なんかね、重すぎず、ジューシーで、ちゃんとうまい。で、和風でさっぱり。ゼロカロリーかなって思っちゃうぐらいの味ですね。うまい。はい、というわけでね、今回はですね、ファミチキのですね、だしうま醤油を食べてきたんですけど、めっちゃうまかったです。鰹節のね、味がふわっときて、お肉もジューシーでめちゃくちゃバランスよくてですね、めちゃくちゃ美味しくて、重すぎずね、さっぱりとね、食べることができました。お値段がですね、240円でしたね。ファミリーマートね、どこでも売ってると思うので、ぜひですね、ちょっと肉食べたいわっていう時にですね、購入して食べてみてください。これからもね、こういう新商品とかね、食べていくので、よければチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。